朝鮮の金正恩総書記の妹、金与正、朝鮮労働党副部長は16日、米韓合同軍事演習を非難し南北交流協力の断絶を示唆する談話を発表した。これを受けて、北朝鮮国内では貿易などに携わる幹部の間で、世間知らずの間抜けな方言だ、とする非難の声が上がっていると、米政府系のラジオフリーアジア、RFA が報じている。金正恩、ヤンガンドの貿易機関のある幹部消息筋は RFA に対し、3年前の春はもう戻らない、とする談話を読んでみたが、物事の前後も把握できないままやたらと方言を吐き出す世間知らずな態度に言葉を失った、と語った。金与正氏に対し、こうした批判が出るのは初めてではない。北朝鮮が昨年6月、韓国の脱北者団体による対北ビラ散布への報復として、金与正氏の主導により韓国との南北共同連絡事務所を爆破した際には、地方幹部から生意気な大二歳などと批判する声が出た。参考記事、写真、水着美女の脳殺写真も、金正恩氏を悩ませた対北ビラの効き目。前述の幹部はまた、当局が合同軍事演習は我が国に向けた侵略戦争準備だと騒ぎ、激しく非難して国民の思想教育に利用するのは毎年のことだ。我々は耳にタコができており、すっかり聞き流している。しかし、金与正氏が前面に出てきて金剛山観光など南との経済交流協力を完全に断つと脅すのを見て、怒りがこみ上げてきた、と話した。